皆さんこんばんは。音聞こえますよね。楽しんでってください。あ、大丈夫ね。大丈夫。バカプレゼントありがとう。ああ、ビギンさん、とんでもないです、とんでもないです。減量してますね。減量してます。初見さんいらっしゃい。パワー落ちる。でも相手よりも体重重い状態でいくから、相手57キロだから、それでも13キロ差だよ。スピードが追いつかないって感じだ。手合わせてスピードを上げる。いくらパワーあっても当たらなきゃ意味ないよ。ドラゴンボールのトランクスがそれに陥ったもんね。パワーを父さん超えたっつったら、そんなの当たらないって。お前の親父は気づいてる。
手頃の宣伝も入れとくか。そうだね。広背筋はね、そうね、ヒットマッスルって言われてて、パンチの礎ですね。わかんねえな。
ああ、相手殺すから。お前暇？練習しねえ、今から一緒に。暇なんだよ俺。じゃあ遊ぼうぜ。一人で練習くっそ寂しいから。耐えらんねえよ、この孤独。なんでひっくり返ってんの？全然スパーやってもいいけど、グローブが1個しかないんだよね。いや、ライズアップのドリンクはあれ、タンパク質全然入ってないから詐欺商品って有名だよ、あれ。あれはひどいって。だってなんだっけ、野球のダルビッシュもやばいなこれって言ったぐらいだもん。あれは詐欺だよ、有名だよ。あんなのは象酌が飲むもんで。あれ、なんでひっくり返るんだろう。なんか間違ってんのか俺。今日調子悪いな、反対になる。そうそう、ああ、山積みなんだ。あれはひどいね、ちょっと。あれは結構もう出た時からね、叩かれてる商品だよ。
何飲んだって別に強くなんねえかんねん。ありがとう、今度は。トレーニングだよ、基本的に。基本はトレーニング。その上でだよ。トレーニングやらない奴は何食ったって何飲んだって強くなんねん。あれ？なんか今日調子悪いな。知らない。あれ、また裏返るな。こんばんは。どうすか。今日は缶多いっすか。まだわかんない。まだわかんないっすか。うん、今日は帰ったから頑張ってください。はいよ、ありがとうね。いい、あのキックボクシングの試合に出るんですよ。で、自主練です。そうなのね。あれ、どれ分かんないところにあった相模ジムって分かんないですよ。わかんない。はい。昔、相模ジムだったんですよ。はいはいはい。うん、この辺ですか？ん？ど、相模ジム。今、神奈川の。神奈川。うん。はいはいはい。あそこも結構いい人間出たんですよね。あー、うん。結構プロとかいっぱい出たんですか？女の子ですか？うん、キックボクシングやってる。あー、わかんないっすね。なんていう女の子ですか？うん、なんていうの、結構有名な女の子。へぇ、忙しかったですよ、ここは。あ、そうですか。スケボーから、電車から何から。
昨日も言いましたよ、スケボーと自転車毎日ですよね。うん、この辺で長いんですか、もう。長いですか。僕、浅井さんとか友達ですよ。浅井さんわかります？浅井さんってあのおばちゃん？おばちゃん、おばちゃん。うん、知ってるよ。友達でよく遊びに来るし、あと、その、そこにいる、あの、有田さん。うん。あと、寺島さんとか、結構知り合いです。この間、あそこで酒飲んでおった？浅井さんよく飲んでますよね。うん、浅井さんじゃなくて。うん、浅井さんよく飲んでますよね、神社のところで、向こうで。うん、やっぱ浅井さんはやっぱ浅井さんは誰も分かりません。まあ分かりますよね、この辺の人だと。ああ、有名人だから。有名人ですもんね。浅井さんともう4年ぐらいの付き合いですね。なんだろうね、息吐くとき、ザって聞こえる？ファッ、ファッっていうか、ファッって吹いてるんだけど。ザって言ってんのかな。なんかでも、人によって違うんじゃない？わかんないけど。ザッ、ザッ、ザッ、ザッ。ザーなんて言ってないんだけどね。俺の友達にさ、中学のときくっそ面白いやついたんだよ。超頭悪いけど、超いいやつで有名だったんだけど、そいつ。ヤンキーなのね。もう超絶頭悪くて。おい、俺ボクシング習ってんだよ。ワードを見てくれよ。行くぜ。シッ、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 って言うの。お前何やってんのつって。あ、バカだろお前。ボクシングってパンチ打つとき息吐くって教えてもらったんだよ。見ろよ。シッ、シッ、シッ、かっけえだろ、ボクサーみてえだろ、つって。パッて聞こえる？まあ、なんでもいいんじゃん。息を抜いてリラックスすることが重要らしいから。なんでもいいんだよ。そう、ラグってんの、そいつ。かかと落としは体硬いかんな。うん。アコパカーンって何？知らない。なんかバンテージ、巻きが調子悪いな。何アコパカーンって。
猛烈にドルディスってる。いや、俺もう絶対そうなるって分かってたから。絶対そうなるって分かってるから。洗礼受けたんでしょ。ドルさん浮かれちゃってさ、コラボできるなんてはしゃいでたけど。あれは新人殺しの洗礼なのにね。まあ、分かってたけど言わなかった。かわいそうだから。始まった。コラボするなんてするわけねえだろ、バカ野郎でしょ。うん。もういつものパターンじゃん。分かってたよ。俺ら配信者は全員分かってるから。ああ、また新人いびり始めたんだ、うなちゃん。カメラ対戦したホスト、顎パカーンって何？顎割れたの？顎割れちゃったの？いいんじゃない？まあ、ドレさんは乗り込まねえだろうけど。乗り込んだら俺認めるよ、ドレさんのこと配信者だし。ちなみに俺は乗り込んだからね。KW。うなに乗り込むのはもう、あの、登竜門だから。許せねえよ、つって。あのじじい、つって。うなちゃん調子戻ってきたな。今日のドルさんの放送楽しみだね。なんでドルさんをディスんだろうね。ちょっとよくわかんねえけど。なんかあったのかな。機嫌悪いのかな。はたから見てた分には面白いけどね、ドレさんももう配信者だから、リスナーとしては楽しめなくなるよ。自分がディスられたらどんだけ頭に来るかわかるから。自分がディスられて初めてわかんねえ、あのクソジジイつって。ぶっ殺してやるよ、つって。なんだろう、バンテージがうまく負けない。なんだろう今日。なんだろうこんなバンテージが負けら、なんだろう。変だな。なんで今日こんな負けないんだ。何回巻いてもおかしい。ずれる。縁起悪いな。何なんだろう。そんなことなかったもんな。なんだ。まただ、また裏返ってる。なんで？今日おかしい。何回巻いても裏返る。なんだこれ。なんだ今日。変だな。なんで裏返るんだ。
なんか今日おかしいぞ。なんだろうな。嫌な予感すんな。気持ちが焦ってんのかな。え、何、ウナディスってないの？ドルさんのこと。なんだ、面白くね。すまんねえの。え、ディスりまくってる。亀田祭見て焦らないよ。あんなくだらないもんないわ。くそ面白くなかったわ。ひでえな、あれ。ゴミだよ、ゴミ。本当につまんなかったよね。あれ、格闘技好きな人バカにしてるよね。亀田のグローブ絶対おかしいだろ、あれ。頑張ります。ホストがひどかったじゃないよ。俺が怒ってるのそこじゃないですね。選手はまあいいじゃん、素人だから。亀田のグローブ小さいの気づかなかった。明らかに、あれだよ、チャレンジャーのさ、グローブ太くて。あれはねえわ。ほんとテレビってクソだなって思った。テレ朝絡んでるからダメだな。ジブラ止めるの早い。ジブラレフェリーなの。気づいた？ジブラレフェリーだと。ジブラ関係なくない？お前なんなの？勝つとか負けとか。知らない、のんちゃん。のんちゃんに聞いて。
歯なんかやってないけど、こう突っ込んでろよ。左利きじゃない、右利きオーソドックスじゃないの。オーソドックスって右利きだと思うけど。何にも知らねえのにさ、ぐだぐだ言うのやめた方がいいよ。恥かくよ。左利きオーソドックス？オーソドックスじゃねえわ。それサウスポーって言うんだわ。マジでバカはコメントしない方がいいと思うよ。恥かきすぎ。
新宿中央公園ですね。うん。新宿中央公園。センスねえのはてめえのコメントだよ。身長170ぐらいですかね。こんばんは。めんどくせえな、ゴミが湧いてんな、ほんと。
食わなきゃ痩せるよ。うん。食わなきゃ痩せるよ。うん、おー、どうもどうも。ういっすー。よろしくお願いします。ドザイモンさん、よろしくお願いします。いっす。シューズ？これあれだよ。コンバースのオールスターズ。うん。コンバースのオールスターズ。うん。うるせえよ、ぐだぐだ言ってるやつ。誰がお願いしたよ。調子乗ってんじゃねえぞ。バカじゃねえの。俺がおめえにコーチ頼んだかよ。その辺のガキでも教えてろよ。おめえの暇つぶしに付き合ってる暇ねえんだよ。俺がいつおめえにお願いしたのよ、バカ。誰からも相手にされねえからって俺のところで相手にされると思うのよ。他行け。ほんとうぜえな。 12?12 ってなんすか？アバンツーっすか？どうもっす。アドバイスいらねえから。だったら捨て頃出てみろよ。
次のステから俺に挑戦権あると思ってんのお前。お前なんか出れねえよ。バカが。勝手にやってろ。便所太郎さんにお願いすればいいじゃん。和道さんとどうしてもやりたいんでやらせてくださいって。やらねえよ、バカ。お前なんか出れねえよ。勘違いすんなよ。応援する気がないんなら去りなさい。聞いてる聞いてる。聞いてる聞いてる。グラグラ来てるね。雰囲気ある、ありがとう。サンキュうるせえよ。応援してんなら黙って見てろよ、ゴミクズが。ストレスなんだよ。ありがとうございます、よっちゃんいかさん。せっかいらない、別にお前にやらねえよ、バカ。なんで俺が金かけて作ったもん、てめえにやんないといけねえんだよ。バカか、お前。考えて喋ろよ、もっと。黙って応援しろっつってんの。練習の邪魔すんなっつってんの。楽しみに見てる人がいるんだよ。てめえらゴミクズ見せるためにやってんじゃねえよ。そうよ、ターン配信者。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。もしよかったらフォローしてね。黙って応援じゃねえ。頑張れとかなんかあんだろ。うるせえよ。もういいよ、お前らテルチャンピンところ行け、アンチとも。邪魔だよ。テル応援しろ。普通のリスナー以外いらねえから。
そうですね、そんな感じですよ、よっちゃんさん。知らない、タバコ吸うと肺活量減るのかな、知らない、俺医者じゃないから。トモトさんどうも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 、だんだん腹へこんできたよ、ほらへこんできたよ、腹。体こんな感じかな、今。逆、あやっちゃん。あやっち。あのね、最初に増量してから減量するんだよ。減量して増量するっていう人はいない。脂肪筋肉に変わるの。うん。ぐだぐだうるせえな、ほんと今日のリスナー。なんなんだよ。めちゃめちゃ、だって82キロだったんだもん。一週間前まで。どうだろうね、勝つか負けるか分かんないけど、少なくとも勝つつもりでやるよ、俺は。だいぶ絞ったね。まだ8キロ落とすけど、こっから。こっから8キロ落とすね。頑張るよ、あやっち、ありがとう。まあ、女の子だったらね、1ヶ月で8キロ落とす大変さわかると思うけど。今、70キロにするから、78かな。うん。増量をしたの。そしたら動けなくなっちゃって、失敗したんだよ。太りすぎちゃって。身長170ですね。おやすみ、ゴンタ。おやすみ。フォローありがとうございます。マーさん、風船ありがとう。フォローありがとう。さっきフォローしてくれた人。身長一緒？68ぐらいがベストだけど、70で挑むね。70で。ゆうすけさんはどつ？うい、ちいさんどうも。頑張ってるっていうか、頑張ってんのかな？わかんねえわ。とりあえず会場に来たお客さんを沸かせるよ。3ヶ月磨いたパンツで。勝ったらギャラも出るしね。ギャラいくらなんだろう、金一封。今まではファイトマネーだけで全員統一だったの。歌う人も、司会とかも、選手も。だけど、選手に限ったら勝ったらファイトマネー、MVP はさらにファイトマネー出るって。スポンサーが現れたって。あと会場でグッズも販売するから、どうなるかだね。トータル20万ぐらい稼げたらいいけど。負けたら出ない。3万はギャラ。金一封の方が知りたいの。3万円はギャラの方ね。負けでも勝っても出る方は3万。
うん、もともと、20キロ体重増量したのね。63キロぐらいだったのを、82キロぐらいまで、19キロ、20キロぐらいまで太って、うん。で、一気に絞り込んでんの、今。走ってるよ、もちろん。あと、食事制限やってる。糖質制限やってる。うん。だから3万プラスアルファ買ったら出るって感じ。MVP 取ったらさらに出るって感じ。で、あと、グッズ販売で10万ぐらい売り上げたらいいね。一応筋肉もついたから良かったと思ってるけど。まあ、結果ね、ベストの体重で出れたら俺はいいと思ってるから。セブンのサラダチキン食ってないな。でもタンパク質はね、一日どれくらい取ってるかな。100グラムくらい取ってるよ。食事制限はまあ、米とか好きだからね、麺とか、うどんとか、そういうのが食えないのはね、厳しいね。まあ、まあまあ頑張ります。勝ちたいんで。別に唐揚げとか食っていいから、糖分入ってないから。脂身は食っていいの、タンパク質は。ダイエットにいいらしいよね。評判だよね。素揚げもいいんだよね。あと豆腐とか納豆とかよく食ってるかな。豆腐とか納豆とか。パンはダメだけど、ブランパンっていうローソンのパン食べてるよ。うるせえよ、ケロケロ。てめえ、ブロックするぞ、この野郎。ゴミが。いやいやいや、食い物は食ってるから。ただ、米が食いたい感じね。米。うぜんだよ、ケロケロ。あとはまあこうやってプロテインのジュースとかね。プロテインジュース。そうそう、うまいよ。ブランパンってやつ。うん、まあね、普通の人からすると物足りないかもしんないね。筋肉ついたかな？どうだろう。今こんな感じかな。見えづらいかもしんないけど。感じです、うん、ルカさんはどつ108キロはすごいな大胸筋ついたかな。こんな感じかな。米は太るよ。うん、ああ、断食中間は悪い悪い。着いた。今90。まあいいんじゃん。ケイちゃんも痩せたいの。筋トレはしないと意味ないよ。筋肉を筋トレで壊して超回復って言って回復をしようとするときに、タンパク質と結合して太くなる。っていうのが原理だから。筋肉を、切れた筋肉を壊れた筋肉、細い筋肉がプチって切れるの。それがくっつくときに太くなるの。強くなるの。うん。筋肉は太ももが一番つきやすい。一番でかい筋肉、太ももなのね。よく見て、体の構造。これ内臓入ってるでしょ。太ももが一番太くて、両方、ここが一番太いの、足。筋トレは足とか腹筋とかね。大胸筋とか。腕とかはね、つきづらいんだよ。細いから。体の一番太いところを鍛える。うん。頑張るよ、ルカちゃん。ありがとう。足だよ、足。もも。スクワットね。スクワット。
痩せたかったらもう本当にスクワットだよ、筋肉は。首は細いじゃん。神経とか骨とかいっぱい入ってるから細い筋肉。まあでもシェイプアップ顔周りは綺麗になるけどね。表情筋も良くなるし。体幹、そう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 。うるせえよケロケロ。一週間後に解除しねえよ。ブロック解除は DM も、DM とか LINE とかですいませんでしたってやんないと無理。自転車は持ってるけど乗らないな。走ってるかな。そんなにパンチ遅いかな。バレニューいらっしゃい。多分ね、みんなの画面的に言うと、みんなは引きで見ることに慣れてるじゃん。その、ボクシングの試合とか、第三者目線で見るでしょ。こう殴り合ってんの見るでしょ。実際、その、ボクサーとかの視点になって見てみる。どういう風に戦ってんのか見てみたい。これが、いくよ。だいたいこの距離で、この距離、こういう感じ。わかる？超怖いっしょ？これが俺らの視点。怖いでしょ。こんな感じ。これがボンボンボンって当たる感じ。パンチの速さなんていらねえぞ。おめえが早くやれっつったんだろうがや。おめえが早く打てっつったんだろう。お前だわ、教えたの。スピードとタイミングだって教えたの。力抜いて。切れるだろ。どれさんだわ、俺に教えたの。パンチはスピードだからって徹底的に言われたかった。やべえな、ドルさんが俺を弱くしようとしてるね。方向変えたのかな。どれの代わりに俺めったくそ叩かれたからね、俺。佐野の枠で。試合にはヘッドギア。試合ヘッドギアはない。試合では。試合ではない。引きは早くな。結局スピードじゃん。いや、ドルさん俺にスピード大事って言ってたよ。あいつひでえよ。そんなの知ってるじゃん。今に始まったことじゃないよ。ドルさんどう？初めて佐野の洗礼を受けた気分は。佐野智則の洗礼を受けた気分はどう？実際さ、旗で見てるのとやられるの全然違うでしょ。ほんと殺意湧くでしょ。どうだったドルさん。腕知らないよ。太いやつは太いし、細いやつは細いんだよ。俺に聞かないで。そのパンチ避けられない。いや、全然避けられるよ。ドレさん曰く、パンチが来てから避けようとするんじゃなくて、ボクサーがパンチ当たんないのはずっと頭を振ってるからなんだって。こうやって。だから確率論で避けてるって。もちろん反射で避けてるけど、頭を振るってそういうことなんだって。これ、16オンス。これね、アンパンマンみたいなやつ。これ。こんな当たっても効かないよ。
そうだね、もう少し痩せたいね。うん。いや、洗礼でしょ。大手配信者の通過点でしょ。いいことだよ。スタミナのみだよ、ほんと。だからボクシングって、みんなやってる人が言うのはびっくりしたのが、パンチを鍛える、上半身鍛えるんじゃなくて、みんなフットワークの足腰なんだって。キックボクシング楽でいいなって言ってたもん。キックボクシング蹴れるからいいなって言ってた。うん。俺配信者じゃねえけど薬飲んでるとかゲルゲのストーカーだとか言う。美味しいじゃん。うん、あのに名前出されたら一流だよ。二流じゃないよ。喘息の方最近出てないね。でも昨日一昨日はちょっとやばかったね。筋肉の筋がぶっちぶちに切れて、これ回復いつまでかかるんだろうと思ったけど、二日で治ったね。よかった。今日は体のキレがいいよ。今日は切れてる。無理はせん方がいい。いやーでもね、もう試合まで1ヶ月ないからね。横から見るの違うよね。横だと遅く感じるよね、やっぱり。前だとこんな感じ。横だと、こんな感じ。全然違う。強いパンチはドレさんに聞いた方がいいよ。俺は素人だから。ただまあ一つ言えることは、やっぱり背負ってきたものが、パンチ力も増すんだよね。うん。リスナーの声援とか、支援金額とかが、俺のパンチ力を上げるよね。花火の数が俺のパンチの力を上げるから。うん。ワンタロウだ。そうそう、目では終えても、そう。そこなんだよね。誰かと練習してえな。一人だと寂しいな。あ、1グラム上がりました。パクさん、ダン。そうだね。NG スコアの数で強さが決まるんだろうね。うん。うるせえよ、ケロケロ。すっこんでろよ。ほんとに。じゃ、てめえ、俺に今からおめえ、俺の蹴りもらいに来るか、この野郎。ぐだぐだうるせえな。酔えんだろ？てめえ。死ぬまで蹴ってやるよ。来いよ、この野郎。ぐだ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 よ。てめえ、来んなら来いよ。うん。さっきからよ。蹴りが弱え、蹴りが弱えって。来いよ、じゃあ、蹴ってやるから。ああ。風船ありがとう。なあ。てめえが死ぬまで蹴り続けてやるわ。しょうもね。なあ。そまねえ。弱えだ、なんだろう。蹴りは3倍重いって言われてる、パンチ。理論上ね。パンチとかだと、その300とか400とか、まあ、すごいのヘビー級で1トンとか出す人いるけど、蹴りは700とか出るよ、普通の人でも。公開でスパーリングやってんだから来いよ。ぐだぐだ言ってるやつ来いよ。本当に。ドレさんと練習するとき。なあ。
10日の後では分かんない、ないと思うよ。うん。今回初。うん、配信会ではね。まあ年一ぐらいでやりたいっつってたよ、メンゾさんは。まあ火種になるだろうね。うん、俺はベンゾさんの看板イベントになると思ってる、これは。これは毎回出たいね。年一回、うわー、なんか6月が来たなーって言わせたいよね。捨て頃かー、6月だなーって。うん。白十？白十なってなんだよ。来いよ、お前。今日の亀田はやっぱり格差あるけど、素人同士だと結構いい試合、勝負になりそう。どうなんだろうね。グローブの大きさが違う時点で俺はね、ないなと思ったよ。うん。俺はね、格闘家じゃねえかんな。うん。ファイターじゃないから。でしょ？さっき亀田のイベで武井も言ってたが、格闘技の対決にこだわる必要ない。いろんな競技があっていい。ベンゾンスゴロ。まあいいと思うよ。ああ、いや、格闘技にはこだわってほしいけど。うん。それでね、縄跳び対決とか、香川万博になっちゃうから。それは香川万博でいいんじゃない？うん。一応格闘技の体でいいじゃん。いろんなルールの格闘技で。競技まで行くとさ、なんか、森マン対決みたいになるじゃん。いや、めちゃめちゃうまい、タバコ。俺、愛煙家だから。3キロウォーキングで全然息切れするよ。だって俺ニートとかだったんだよ。だいたいさ、スポーツマンとさ、ニートを戦わせるってひどくない？ 31 歳の。いや、全然楽しみだよ。来いよ。ほんとに。なあ。まあ、しょうがないよね。リア突全然減ってないのは。旅やってないし。3ヶ月前までスポーツ全般何もやったことないよ、俺。ただの本当に引きこもりのデブ。みんなそうだよ。
スポーツやってない人みんなそうだよ。うん、当たんなかったんだよ、テルのパンチ。あ、テルに軽くやったんだけど、あ、これ当たんねえなと思って。避けられちゃったんだよ、全部。いや、腹立つだろ、ほんと。やめろっつってんのにやるんだもん、まだ。しつけえだろ。俺、無礼な奴が大っ嫌いなんだよ。無礼には無礼で返すから。人が嫌がることやる奴とか最低だと思ってるから。うん、キレ良かった。まあ動いてるからね、最近は。知らん。いや、どうだろうね。16オンスで当てても KO 難しいと思うよ。あのね、体感的に言ったらバスケットボールがボンって当たる感じ。バスケットボールがボンって顔に当たる感じ。クッションの塊だから。スパーってわけじゃなくて、マス。テルさっき呼んだんだけどね、一緒に練習しようぜ、暇なら、暇だわ、つって。来ないのかな？コンタクトはつけない、俺は。裸眼でいく。だね、これが重いんだよ。これさ、軽く見えるでしょ？こんなの余裕だよって思うでしょ？めちゃめちゃ重いの。鉛みてえな重さになるの、後半。ジャブが打てなくなるんだよ。ほんとね、一回体験してもらいたいよ、みんなに。わーだこうだ言われるけどさ、やってる人だったら別よ。てか、やってる人はやからないよね。重いよねーって言うよ。そう。ありがとう、カトラン。ありがとう。やったことない人が言うんだよ。あ、おやすみ、よっちゃんイカさん。ありがとうね。1ラウンドでも相当疲れるよ、3分間は。地獄だよ、本当に。
200名さんいらっしゃい。10対7。反則ギリギリでボコボコはダメでしょ。なんなんだよ、もう俺つえーはいいよ、もう。なんで俺んところだけ俺つえーくん集まってくんだよ。他行けよ。つえーやついっぱいいるだろうがよ。俺別に自分が強いと思ってねえよ。もうめんどくせえ。なんなんだよ。ドレさんに挑みゃいいじゃん。なんで俺んところだけ俺の方が強えくん集まるの。何ブロックって。ブロックしてないよ俺、うん、なんなんだよ本当に。勘弁してくれよ。俺の方が強え、俺の方が強えって。別に強さ自慢なんかしてねえから。うん。サングラス？頑張りまーす。練習練習。うん。そう。俺の方が強え、俺の方が強えって。だったら大会出りゃいいじゃん。うん。そう思わない？リスナー、お前のリスナーがフォローしてくるって知らないよ。誰だよ。トレーニング頑張るよ。ありがとう。わかんない。うん。何なんだろうね、ほんと。
練習の邪魔をしてるとしか思えないんだけど。超うぜえから。超うぜえよ。ピー君いらっしゃい。うん、被害妄想にも程あるでしょ、本当に。お前のリスナーがとか。お前のリスナーってなんだよ。初見さんいらっしゃい。フォローしてって。超迷惑だよ、超迷惑。お前の右手やら左手やら知らねえよ。俺に言うなよ。俺がやったことは俺言えるよ。悪かったわって。俺やってねえんだもん。なんで俺に言うんだよ。なんなんだよ。ご機嫌斜めだよ、もう。次から次へ弱えとか、バキが入ってるとか。俺の方が強えとか。北斗の剣じゃねえんだぞ。修行だよじゃねえよ、もう。ドレさん全部こいつら蹴散らしてよ、ほんとに、もう。なんで俺ばっかりこんな目に遭うの？何本気でって、俺じゃないよ。俺アカウント1個しか持ってないもん。うん。知らん知らん。俺じゃないよ。うん。俺のアンチでしょ。嫉妬っていうかもうめんどくさいよね。普通に楽しみたいだけなのにさ。いや、親分ずっといるから。もうすぐ親分始まるっしょ。俺つえくんの特徴は人の話聞かないで、さも経験者気取った目線で。いや、知らないよ。来てるんでしょ？知らないよ。俺は。俺は知らないから、そんなの。いや、来るのは来るんでしょ？だけど、それが俺が操作してると思う？してないよ。俺じゃない、俺じゃないよ。俺、そんな暇じゃねえから。知らない。なんか、俺のアカウントがどうのこうのとか言ってるけど、俺に言われても困るよね。リスナーでしょ？うん。やりたくない。誰だか知らない人でやってどうすんだよ。はじめましてだよ、俺からしたら。どうもはじめまして、僕と喧嘩しませんかってなんないでしょ。うん。免除フェス出るよ。おう、声かけて、会場で。だ、えさんはこつ。体の調子がいいのに精神の調子が悪いな、今日は。
ブロックしてないけど。何ビルの2階でしたっけ？初めてやったの赤坂だね。うん、赤坂、うん。また湧いてきたよ。ダメだ、イライラする。歌舞伎町の初めてのお店？知らん。どこだったかな？覚えてない。いや、無理でいいよ、もう。めんどくせえわ。うん、はいはい、わかったわかった。いいよ、どうせ今日限りのリスナーだろうし。知らないよ。ブロックしてねえよ、俺。嫌だって、人が嫌がってることをするなよ。めんどくさいっつってんの、俺は。お疲れい。すげえ来んのかよ、うん、やだよ。もう普通に練習したいんだよ俺は。普通に練習したいの俺は。普通に勘弁してよ。俺より強いやつなんか5万といるよ。いいよ、うん、めんどくせえな本当に。どっから湧いて出たんだろうこいつら。キッズ相手にしたくないんだよね。めんどくせえ、マジで。どこがだよ、31だぞ、もう。歌舞伎町遊び行こうかな。眠らない街、歌舞伎。ストレス発散のためにトレーニングしてきたのにさ、ストレス余計溜まるんだもん。歌舞伎に遊び行こうかな。なえるわ。知らんて。すごい人はすごい人で、そんなやからない。上から目線で言わない。お前のパンツがどうだとか。一言頑張れよだよ。柔道で全日本3位の人もいるし、ドレさんもいるし、達彦さんもいるし、ストリートファイター4年のタイガーもいるし、全員謙虚だよ、強いやつは。俺すげえって言ってるやつ弱いやつばっかりだもん。付き合いたくねえよ。本当に強いやつが俺の方がすげえなんて言わねえよ。言うか？考えらんねえわ。泥系夜の部やんねえわ。そう、荒らさないでほしいんだよ。
別に俺リスナーと強さ競ってねえから。サコさんいらっしゃい。彼女大丈夫かね、わかんない、連絡取れない。いや別に荒れてない時は荒れてないから、練習してでも荒れない時は荒れないよ。試合当日はコメント欄見れないのが救いだな。電話？電話繋がってないよ。しまいにすっか。一人っす。一人。やめよ。お前が身内？何よお前が身内って俺は知らないってさっきからずっと言ってるじゃねえかよ。なんで話聞いてくんねえんだよ俺は知らないっつってんじゃん、勘弁してくれよ。もうそれ以上もそれ以下もねえわ。カラオケ行く？あ、ありがとうございます。 SR さんどうもです。今日ダメだ、不完全燃焼だわ。カラオケいいね。スルースキルがないんだよね。何やろっかな。スレが抜けてない？だから俺書いてねえって、書いてない俺、それ俺じゃないから俺に言わないで。俺初対面だから。何キロ落ちたんだろうね、体重計持ってないから。でも相当シャープになったって言われるから、結構痩せたんじゃない？あ、疲れが。はいはいはい。どうなんですかね。まあ、しょうがないですよね。疲れ抜けないのは。大会まで時間ないんで。しょうがないですね。腹だいぶ引っ込んだよ。こんな感じ。
いや、わけわかんないコメントは拾いようがないだろ。手こきってなんだよ。どうすりゃいいんだよ、俺は。いや、もういいわ。レオ、それさっき答えたでしょ。レオとツー旅終わってないよ。そうっすね。一週間前はトレーニングしない予定なんで。残り一週間は。もしよかったらフォローお願いします。あ、ありがとうございます。ありがとう、応援ぜひフォローお願いします。俺はもう俺つえ発言するやつは物狂いだと思う。いや、頭おかしいでしょ、うん。いや、クソつまんなかったわ。カメラの人に見たよ。クソつまんなかったわ。あれ面白いっていうやつ頭おかしいと思ってるわ。見た自分を恥じたね。こんなくだらねえもん見ちゃったって。コメントする気もないです。さて、変えるか。あーし、帰りましょう。おい、おやすみー、カトラン。また来てねー。いや、まあ選手に対しては何にもないけど、なんだよあれ、グローブの大きさ違うってなんだよ。グローブの大きさ違うって何なんだよな。おかしいだろ、どう考えた。あれ、公式にあんなこと発表されてた。亀田のグローブとさ、ありえるボクシングルールで倒したらっつってさ、倒れやすいグローブと倒しにくいグローブ使ってんだよ。笑うだろ、あんなの。まあ、素人の人には分かんないかもしれないけど。俺、グローブの大きさ違った時点でファーってなったもん。どういうことみたいな。いや、よく見てごらん。グローブの大きさ全然違うから。びっくりしたよ。マジかって思ったもん。
こすぎるよな。世界チャンピオンがやることじゃねえよな。超せこいよ。YouTube で確認してみる。笑うよ。あれって全然大きさ近くないって。いや、亀田の方が薄いグローブなのね。もうびっくりしたよ。さすがにほら、自分が試合やるから、俺も多分素人だった、ね、素人だから気づかなかったと思うんだけど、格闘技全然わかんないから、自分でほら、ね、グローブ買ったりしてるから、もう8オンスがいいとかやってわかってるからさ、俺ももちろん素人だよ。でもさすがにこういうこすいことするのは良くねえよと思ったよ。あれはね、格闘技やってる人とかね、もうテレビってえげつねえなって思ったはずだよ。それは相手は倒れるわ。あの世界チャンピオンのパンチもらったら、あんな薄いグローブで。古速だよね。本当に古速だと思った。小坂しいってこういうこと言うんだなって。本当だよ、もう本当に。だから選手は一生懸命やってさ、当たり前じゃんそんなの。1000万円取りにさ。でもさ、素人だったら分かんないだろうって、そういうバカを騙そうみたいな発想がやだ。そう、小坂しい。亀田がどうこうとかじゃないんだよ、もうテレビのそういう体質がやだ。ちなみにこれ亀田に言ってるわけじゃないから、それを仕掛けてるテレビ側の人間に言ってんだよ。亀田が提案したらもっと嫌だけど、今んとこ証拠は出てないから、これは亀田に対するコメントじゃないのよ。テレビ業界全体に対するコメントの。ただの弱い者いじめだよ、あんな。それでさ、感動して泣いたって言っちゃう人がいるんだから、あんな卑怯な試合で。全然違うでしょ、全然違うでしょ。言われたらやっと気づくでしょ。あれは選手かわいそうだわ。聞いたよ。挑戦者のグローブがだから14オンスって言って、俺が使ってるようなグローブなの。要はもう練習でも使わないようなグローブなのね。で、亀田が使ってるのが多分10オンスか8オンスか分かんなかったけど、要は花火ありがとう、マキちゃん久しぶり。要はちょっとその相手が倒れやすいっていうか、効きやすいんだよ。要は顎にヒットしてやすいの。14オンスって言ってた、16オンスって言ってたら、俺が今日つけてたグローブがあれなんだけど、亀田がつけてんのは16じゃないよ。汚ねえな。14か16だと思うよ、挑戦者がつけてんのは。うん、亀田がつけてんのは16じゃない、絶対違う。そんなの、このそんな子供騙しなの絶対、見てごらんみんな。見たらわかるから。グローブの大きさ全然違うから。花火ありがとね。
俺が言ってんの嘘じゃないでしょ。いや、だから、そういう、わからないところでそういう小賢しいことをするのが嫌なの。堂々とやれ、言うならいいの。ルールにそういう風に明記するとか。そう、俺だって1000万かけてんだから、これくらいハンデくれよって。そうじゃなくてやるじゃん。フェアみたいな形でやるじゃん。それ、チャレンジャーに対するっていうか、視聴者に対する、侮辱なんだよ。俺はそういうのが嫌い。あったでしょ？今見てきた？全然違うでしょ？引いたもん、俺。あって。要は、俺ら、なんでかっていうと、ヒカルくんと俺とかが、8オンスでやりたいってずっと言ってたのよ。要は、練習中にこんなの、どんだけパンチ力あっても倒れないからって。そう。どんだけヒットしても、倒れないの。痛いけど。だから、もっと倒れるパンチ、打ちたいから8オンスに変えてくれって、ちょうど俺らは意識してたの。な、タイムリーな話題だから気づいたんだよ。あれって。そう、俺らの課題なんだよ、これ。いやー、かわいそうだよ、あれは。何がボクシングを広めたいじゃん、ほんと。どの面下げて言えんだよな。こんな卑怯なボクシング業界関わりたくねえわ、ほんと。でも上がらないどころか、まずパンチがクリーンヒットしても倒れない。うん。そもそもの問題よ。うん、プロテイン入り。かわいそうに。さあ、タバコ吸いながら、プロテイン飲もう。忘れ物直し。いや、サーバー落ちんじゃないの？だって、俺 YouTube で見たとき35万アクセスぐらいあったもん。アベマ多分100万アクセスぐらいあったでしょ。同時閲覧で100万はきついよ。うそれはわかるね。それはかっこいいと思うけど、逆をやるからね。世界チャンピオンが逆をやるんだよ。びっくりするよ、本当に。例えばさ、おう、ドレさんが、ワド試合やろうぜって、はい、よろしくお願いします、つって。ワドお前弱いから、16オンス、俺、6オンスなって言われたらびっくりするでしょ？ドレさんが6オンスなのって。ドレさんが小さいグローブつけて、俺が超でかいグローブつけて、おし、やろうぜ、ワドって、ドレさんやらないじゃん。笑うっしょそんなの。いや、ちょっと待ってよってなるじゃん。逆逆って。それを世界チャンピオンがやるんだよ。脳みそを揺らすには、パンチが当たる前提なんですよ。うん。いや、グローブ小さい方がいい。そうだよ。グローブがでかくて KO で1000万っていう。プロでも16で KO を取れないって言われてんだから、16オンスは。うん。出ますよ。ああ、ここパンパンに腫れてる。またリンパ腫れた。痛い。リンパが、ここがパンパンに腫れてる。この塊が。痛い。なんだろうこれ。甲状腺がパンパンに腫れてる。ここ。ここ。
ストレスだな。痛いな。あ、問題になってんだやっぱり。うん、それなるよな。ネット民でいるよ、納得いかねえあんなのって。ここすごい痛い。なんだろう、すげえ腫れてる。こんなしこりの玉ができてる、喉のここ痛え。なんだろうこれ。いや、大きさ全然違って、今話してた。まさに今それを話してたのよ。で、みんなに確認してもらったら、そうだそうだって言ってくれて。あれでも気づく人気づくよ。いってえな、なんだろう。どうなんだろうね、わかんないけど。俺はあれを見てがっかりしたよ。ただそれだけ。感動も何もなかった。卑怯だなって思った。違う違う、甲状腺。リンパが、ここが腫れてんのわかる？ここ。玉ができてボコってなってるのわかる？ここ。痛いの。いや、さっきもなって、マッサージ、リンパマッサージしたら収まったんだけど、またなった。顔がパンパンに腫れるんだよ。うん。なんだろうな。そうそう。あのね、大震災の後からなり始めたの。甲状腺？その喉がおかしくなって。痛いんだよね。疲れてたりするとパンパンに腫れるの。うん。俺は挑戦者は別にいいけど。先行するのは当たり前だと思ってるから。いって。ああ、ちょっと待って。痛い。さすがにすごいよね。首痛えの。え、どうしようこれ。捨て頃ガチだよ。試合見たらわかるよ、それは。
痛いな。これくらいの玉ができてる。カツカツのパンパンに腫れてる。痛い。うん。扁桃腺取ってるはずなんだよね、俺。子供の頃に。多分リンパだと思う。ここら辺。ここら辺。右。やっぱぼっこり腫れてんじゃん。ここ。血がないもんね。血がないでしょ。ここがぼっこり痛い。バセドウ病？抗生物質って売ってる？うん。1時間ぐらいすると引っ込むんだけど、マッサージして、リンパマッサージして。さすがにこんなに痛いの初めてだわ。うん。いってなんだこれ。巨峰編いる？超痛い。ここね、ここ。ここ。でっかい玉があるぞ、ここに。でっかい玉が、ここ、ここ、ここ。すげえ痛い。舌がビリビリするぐらい痛いもん。プロテイン飲むの忘れてた。プロテイン飲むわ。こんな玉だよ。痛い痛い痛い。痛い。芝かな。でかいよ、痛いよ。ほら、ここ。ここ。こんばんは。
って、うわ、ぼっこりじゃん。なにこれ。ぼっこりだよ。いって。顔の輪郭変わってんじゃん、ここ。ここ。なにこれ。はい、ワード2カメオ。何感染してんだろうね。唾飲むだけで痛い。ほら、ぼっこり。ここ、ここ。リンパだね、完全に。よくなるんだよ、俺。ここまでひどいのは初めて。俺はこっちの方が耳の下が多かったんだ。ここは初めて。さっきもなってマッサージしたら治ったの。で、トレーニング始めたんだよね。ちょっと風呂入って汗流そう。痛いよ。わかんない。最悪死ぬ？虫歯かな？とりあえず風呂入る。あ、収まってきたな。なんだろう。そうだね。そういうの、そういう見えないストレスとかあるからね。あ、収まってきた。ちょっと収まってきた。それでもまだぼっこりあるな。ヒゲでわかりづらいけど。ここ、痛い。これひでえな。いや、痛みが収まってきたってこと。いや、本当にこんな玉ができてる。カッチカチの。さっき取れたんだけど、リンパマッサージするわ。早く帰りたい。ありがとう、花火。ちょっとじゃあ、風呂入るわ、みんな。お疲れ。ありがとう、こんな遅くまで。
じゃあまた明日、おやすみなさい。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。